はいどうも、安井です。今日はですね、こちら広島レモンのレモスコ、これ買ってきました。これ届いたね、今日はね、なんかレモンのタバスコらしくて、なんかすごい辛い、ちょうどいい辛さかなっていう感じで、今日はこれを使ってね、あの激辛ピザを作りたいと思います。はい、では早速ね、こいつを使って作っていきます。レッツゴー、ピコーン。はい、そしたらね、あのピザ作っていこうと思います。材料はこちらです。はい、こちらじゃん。はい、これが自分が作ったピザですね。はい、まあスーパーで買っていたんですけど、このピザ開けます。はい、買ってない。はい、じゃん。はい、よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、なんかこれバジルソースなのか、とりあえずこれ使ってます。バジル、このね、鉄のやつに移します。はい、はい、よこしょ。はい、そしたらこれをレンジに入れます。はい、そしたらレンジ開けます。はい、こいつを入れます。はい、グッバイ、バイバイ。で、これで、12番、トーストなんですけど、これで待ちます。バイバイ。そしたらね、あの眠ってるピザを開けます。じゃじゃん。オースウェイ、いい感じ。めちゃくちゃうまそう。なんかぼやけて出てた。めちゃくちゃ美味しそう。そしたら出しています。はい、こんな感じです。めっちゃうまそう。そしたらね、このね、レモスコ、これ。これをね、当てたいと思います。中身がね、どうなってんかわかんないけど、まあ、とりあえず開けます。はい、こんな感じですね。瀬戸内レモンの世界か。レモスコ。こんな感じですね。まあ、ピザでも唐揚げでも、鍋でも何でもいける感じです。はい、そしたらこのピザにこのレモンスコ、バーコードかけます。うおー、これやば、もうやばい。はい、かけました。むっちゃ減ってるやんちょっと待って、むっちゃ減ってるやん。いや、やばい。で、お前もやばい。すっげえ匂い。そしたら食べれます。はい、そしたらこのね、激辛ピザというか、むっちゃレモスコが入ったピザ食べたいと思います。やばい、うわすげえ。こちらに食べたいと思います。いただきます。うやば、うん。あ、でもレモン爽やかな。あ、辛っ辛っでもそこまでむちゃくちゃではないですけどね、辛いですけど。レモン爽やかな感じも、まあ、後からしててすごい美味しい。うん、おいしい。うん、ごちそうさまで。まあまあ辛かったですよ。そこまでめちゃくちゃ食えない方じゃなくて、レモンが爽やかだったんで、すごい、あのその爽やかさで、あのあの辛みが消えたと思います。辛い、辛いよまあ、あんまりこのバコードかけないでください。でも美味しいです。あの普通のタバコスコよりすごいレモンの風味効いてて、まあ、うちのタバスコにはレモン入ってないと思うんですけど、すごい、あのレモンの風味がしっかり効いてて、すごく